今年も令和2年分の確定申告の相談受付が始まりました。国税庁では新型コロナウイルス感染拡大防止のため、確定申告会場に行かないで申告相談を行う e-tax 電子申告をお勧めしています。そこで今回は阿蘇税務署の松田拓也さんに今年の確定申告のポイントを教えていただきます。自宅などにあるパソコンやスマートフォンから国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーをご利用いただくと、税額などが自動計算され申告書を簡単に作成することができます。さらに e-tax というシステムを利用すれば、作成した申告書をインターネットで税務署に送信することができます。なお e-tax を利用した申告書の作成手順については、国税庁の動画サイトで確認できます。すべての給与所得者のほか、年金収入、副業などの雑所得、一時所得がある方などは、入力がしやすいスマートフォン専用画面をご利用いただけます。また、医療費控除、ふるさと納税をはじめとした寄付金控除など、すべての所得控除も利用可能なため、スマートフォンでの申告手続きが大変便利です。マイナンバーカードとマイナンバーカード対応のスマートフォンをお持ちの方は、スマートフォンで作成した申告書を e-tax で送信することができます。なお、これらをお持ちでない方も、事前に税務署で職員と対面による本人確認を行った後に発行される ID パスワード方式の届出完了通知に記載された ID とパスワードがあれば、スマートフォンで e-tax 送信することができます。スマートフォンや e-tax なら税務署に行く手間がなくなる、確定申告期間中は24時間利用することができる、申告書の控えは PDF 形式でスマートフォンに保存することができる、書面提出よりも還付手続きがスピーディーになるなど大変便利になっていますので、ぜひご利用ください。 e-tax で送信できない場合であっても、スマートフォンで作成した確定申告書を印刷し税務署へ郵送で提出することもできます。申告書の作成についてのご相談は、国税庁ホームページの税務相談チャットポットをご利用ください。質問を入力していただくと、 AI を活用した税務職員双葉がお答えします。チャットポットで解決しない場合は、国税庁ホームページのタックスアンサーをご確認いただくか、確定申告電話相談センターにお問い合わせください。その場合は、最寄りの税務署にお電話いただき、音声ガイダンスに従って0番を選択してください。また、パソコンやスマートフォンをお持ちでない方や、お使いになれない方で申告書の記載相談を希望する場合には、確定申告電話相談センターか最寄りの税務署へお尋ねください。令和2年分の申告所得税、贈与税、および個人事業者の消費税の申告、納税期限については、新型コロナウイルスの影響により令和3年4月15日木曜日まで延長しております。会場での申告相談をご希望の方は、可能な範囲内でお早めの来場をお願いいたします。阿蘇税務署では税務署1階の会議室において申告相談会場を4月15日木曜日まで開設しており、受付時間は午前9時から午後4時までです。なお、相談会場の混雑緩和のため、会場への入場には入場整理券が必要です。入場整理券は当日配布するほか、 LINE を通じてオンラインで事前取得することもできます。会場ではマスクの着用をお願いします。また、咳、発熱等の症状がある方や体調が優れない方のご来場をご遠慮いただくほか、入場整理券の配布状況によっては後日の来場をお願いする場合があります。相談会場では新型コロナウイルス感染症対策を徹底してまいりますが、会場に出向かなくとも申告手続きができる e-tax をご利用いただくことが、新型コロナウイルス感染症の感染リスクの低減にもつながりますので、ぜひ e-tax のご利用をお願いいたします。最後に阿蘇市からのお知らせです。令和2年分の申告については、
会場や開設順が例年と違いますのでお気をつけください。詳しくは広報阿蘇1月号2月号または阿蘇市ホームページをご確認ください。